新立川飛行機 RHMRHM は日本の新立川飛行機が製作した軽飛行機である。率比 RMHz-310 と呼称する場合もある。フランス人技師のアンリ・ミニエが1954年に来日し、新立川航空機で彼の指導の下で製作したのが統計式である。10月20日にミニエ自身の手で 試作機の初飛行に成功した。新立川では空のジープとして海外の飛行場が未整備の国に輸出する移行であったが、戦前に導入した同種の機体は独特の操縦方法が原因で事故が多く、航空当局から対空照明を交付するのを拒否されたため、結局量産されなかった。RHM はアンリ・ミニエが考案した串カタチ翼と前、 翼誘導操縦方式を採用している。そのため通常は操縦に使われるエルロンと昇降弾がなく、代わりに前翼の取り付け角度の変化と方向だだけで操縦を行うものである。ミニエはこのアイデアをホームビル時のプードシェルとして具体化し、世界各国に売り込みをかけていた。日本も戦前の1936年に2機が輸入されたほか 日本飛行機が、ひばり号の名称で25機をライセンス生産した。この種の機体は失速しにくく、低速で飛行することができるという利点がある反面、操縦が極度に難しいという欠点があった。実際に操縦できるのは相当のベテランパイロットで、なければ難しく、RHM も日本人で満足に操縦できたのは、戦時中に陸軍航空隊のエースであった。 黒江康彦ぐらいだと言われている。その後、機体は一時東京都にあった交通博物館で展示された後、1973年に新立川へ返還され保管された。2014年4月17日から同月20日の間、立川市の立ヒリアルエステート南地区12号棟で一般公開が行われた。2020年には立比ホールディングスも経営に関わる。 立川市の複合施設、グリーンスプリングスに移され、同施設内の店舗で一般公開されている。ありがとうございます。